クイル県は、今後共和国の県。県とは、ロアンゴ。面積は12,516.8平方キロメートル。人口は、約13万人。1967年に、クイル州として設置された。2002年1月20日に、県へ改変された。2003年2月6日に、これまで、クイル県の県とであったポワントノワールが分離し、 県と非公式であるが、ロアン語へ変更した。また人口にも大きな変化があり、1996年の国勢調査では約53万人で国内の州では最も多かったが、分離後の2007年国勢調査では約9万人にまで減少した。なおポアントノワールは首都ブラザビルに次ぐ第二の都市であり、人口はどの県よりも多い。 2011年5月17日、これまで非公式の県都として機能していたロアン号正式な県都へ格上げした。また、クイル県の面積は12,516.8平方キロメートルであることも合わせて発表された。国土の西端に位置し、西を大西洋に面する。東を宮城県、南をアンゴラの飛び地でもある。 カビンダ州、北オガボンと接する。また、大西洋に面した、ポアントノワール県を取り囲んでいる。クイルの名称は県内を流れる、クイル川から取られた。クイル県は六軍からなる。ありがとうございます。